じゃあ戦力ランキング140位になりましたサードラです。今回はこちらですね、新たに追加されました神田タコ分、こちらの性能の評価と合わせて貫突を作るべきかどうかと周回するんであれば、まあ注意するべき注意事項ですね、お話をさせていただこうかなと思います。はい、でまず神田タコ分のステータスですね、性能評価に関しましては毎回同様テロップでマックスステータスを載せておくんですけど、まず HP が全体の41、 MP が82、攻撃力が41、守備力が17位、素早さ42位の賢さ61位となってまして、まあ一応ドロップの B ですね、まあ B ランクでもガチャさんはかなり強いやつとかもいるんですけど、今回まあドロップでかつ B ランクっていうので、まあそこまで強いっていう印象はないかなって感じですね。で強いて言うんであれば、系統が今数少ない3体しかいないハテナハテナハテナ系になってますので、一応ハテナハテナハテナのマスターランク上げとしてレベル上げるっていうのは全然いいと思うんですけど、まあステータスだけ見るとまあめちゃめちゃ弱いかなっていう正直印象となってます。特技に関してはこちらですね、一応物理攻撃になってまして、まあバギ系の物理になってます。でこれに関してもまあそこまで威力が、まあこの攻撃力してから考えても全然威力が出せないかなっていう感じの攻撃技セットになってますので、まあ使うとしたら無課金の方でバギアタッカーがいない方がまあ無理して使うかなぐらいなので、まあ正直そこまで強いかなとは思えないって感じですね。特性に関してもリーダースキルとかも特になくて、まあ特性で攻撃力とか上がるっていう感じにはなってますね。はい、耐性に関しましては一応シャドトイオンに強いよっていう感じになってるんですけど、こちらに関して神田タコ分のまず性能評価ですね、もうこちらに関しては言わなくてもあれだと思うんですけど、まあ正直強いとはまあ言い難い性能をしてるのかなっていう印象ですね。僕の中ではこのハテナハテナハテナ系のマスターランク上げるのが大変なので、まあ普通に1体だけ取って80レベル作るっていうのが最終ゴールでもいいんじゃないかなと僕個人としては思ってます。はい、で、じゃあ次周回をもしする場合ですね、こちらを貫突目指して周回する場合の注意事項からお話をさせていただきたいんですけど、このクエストの注意事項としまして、まず期限がありません。これに関しましては基本的にサービスが終了するまでずっと毎日出てるクエストになるんですよね。なのでまあ今あってる DQ1 クエストに関しましては、あれはイベントになってますので期間が決まってるんですけど、これは無期限にできますので、まずまあ急いでスタミナをわざわざこっちに割くっていう必要はないのかなと思います。と合わせてゼニーと経験値もそこまで美味しくないっていうのと、あと1個重大な注意事項としまして、 DQ1 メダルが対象外となっております。普通のクエスト、まあランクアップクエストとかで限界突破するときとかに回すやつだったりとか、もちろんイベントクエストはじめ、一応まあ報酬としてこちらですね、交換所で今使えるこの DQ1 メダルもらえると思うんですけど、こちらが神田タコ分のクエストのみ対象外となってますので、これも含めるとやっぱり今のイベント期間中特にですね、周回は僕はおすすめしないかなと思いますので、回す方に関してはもう交換所の DQ1 メダルで取らないといけないやつ全部取り終わって、もう本当にやることがないよっていう方は神田タコ分回していいと思うんですけど、まあそういった方結構少ないと思うので、それ以外の方に関しては正直あんまり回すことはおすすめできないかなっていう印象ですね。はい、で、あとは地獄級と超級どっちを回した方がいいかってお話に関してなんですけど、今回に関しては地獄級でも超級でも確率がほぼ一緒なんですよね。一応僕も先週分のデータ取らせていただいたんですけど、そんなに変わらないんですよ。1スタミナあたりのドロップ数が変わらないので、もし地獄級やってみてオートが難しい方とかは超級やっていただいて、もちろん地獄回せた方が時間効率は良くなりますので、回せる方は地獄級、難しい方は超級ぐらいで考えてもらえるといいのかなと思いますっていうのが、まあ今回の神田タコ分の評価になります。はい、ご視聴ありがとうございました。これからもドラゴンクエストタクトの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にドラゴンクエストタクト楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。とファミ通さんの記事概要欄にリンク貼ってますので、そちらも読んでいただけると嬉しいです。バイバイ。